今回は、こちら、フリードプラスにこのワコーズの、ヒューエル1、ガソリン添加剤を入れてエンジン洗浄を行ってみたいと思います。でこれはアマゾンで購入しまして、3本セットで購入しました。では開けます。でこれが、ワコーズのヒューエル1になります。以前プラグ点検と17,700キロ走った時点のエンジン内部を、見てみましたけれども、若干すすが溜まっているような感じでした。でヒューエル1を燃料に入れてエンジン洗浄効果を見ていきたいと思います。で今回はまず1本目入れます。で強力デポジット洗浄剤ということでエンジン内のデポジ汚れを洗浄してくれるガソリン添加剤になります。で効果としては燃費パワー回復、有害排出ガス低減、燃料タンク防錆効果があります。でガソリンと軽油両方とも使えます。で燃料は20リッターから60リッターに対して1本入れます。で今燃料を入れる前で燃料が半分ぐらいなんで、ガソリンが半分のところでヒューエル1を1本入れます。はい、入りました。でフリードはレギュラー車ですけどミニコンの方はハイオクモードで使っているのでハイオクを自分の場合は満タンにします。このようにガソリンが満タンになったのであとは警告ランプがつくまで使い切ります。今日は10月18日でフューエル1を入れたガソリンをガソリンランプがつくまで使い切りました。ワンタンク走った後のエンジン内部を見てみたいと思います。ではこちらの内視鏡カメラでエンジン内部を見ていきます。ではカメライン。はい、こちらが9月3日1本目注入前のエンジン状態になります。中は乾いたような感じに見えまして端っこの方に行くとすすけた状態の汚れが溜まっているのが確認できます。ただまだ比較的綺麗に見えます。これが10月18日1本目注入後走行後の状態になります。今度はエンジンの上が湿ったような状態になっておりまして汚れが溶け出して付着しています。まあ、1本目走行でもこれだけの汚れが溜まっているので2本目注入したいと思います。注意してください。ではガソリンの方を入れます。ガソリンの方は20リッターぐらいを入れます。車両などへの飛び込む抽選機などはい。で20リッター入れたところにヒューエル1入れます。2回目給油しますが今度は満タン給油で満タンにします。こんな感じで2階に給油を開けて1回半分ぐらいまで給油してからヒューエル1を入れてもう1回満タン給油してヒューエル1を均一にまあ混ぜるという感じで入れるといいみたいです。はい、ヒューエル1 2本目入れましてガソリンの方はこのぐらい使いました。で今日はちょっと遠出する予定があってガソリンを満タンにしたいと思います。ちなみに平均燃費は 17.4 なんですがまあやっぱりヒューエル1入れると燃費落ちますね。でこの時点でのエンジンの内部の状態を確認します。はい、またプラグ外しました。ではカメラの方イン。ちょっとカメラの方がうまく
ハイライドで、まあ、この辺りで見ます。結構汚れは溜まっている状況です。ただこの本当に端っこの部分はもう銀色の状態で、汚れ完全に取れてますね。でまだ汚れ自体はまあこのように付着しているので、3本目入れたいと思います。はい、2回目の手順と同じでヒュエルワン3本目投入しまして、ガソリンを満タンにしました。まあ、まさか、まあ、3本入れるとは思ってませんでしたね。ではまた警告ランプがつくまで走りたいと思います。今日は12月17日で、3本目のヒュエルワンを入れたガソリンをこのように給油ランプがつくまで使い切りました。ではヒュエルワン3本目完了時点のエンジン内部をまたこちらの CCD カメラで見てみたいと思います。はい、これがエンジン内部です。あ、もうすごく、綺麗になってます。このように真ん中の部分には、まあ、汚れが溜まってますが、端っこの方は、まあ、シルバーの色で、まあ、非常に、綺麗な色になりました。では排浴の方満タン給油します。ではヒュエルワンを3本入れてガソリンを1回使って、燃費計測したいと思います。燃料は満タン、エアコンはオフ、ハイブリッドのバッテリーはマイナス2メモリ、外気温は5度、タイヤの空気圧はプラス10です。エンジン洗浄しただけで前回から何も変わっていませんが、燃費がどう変わるか検証してみたいと思います。走ってみた感想としては、メカノイズが若干なんか多くなっているような感じがしまして、あとハイオクのパワー感がないような感じがします。でパワー感はちょっと落ちてるような気もしますね。中間地点の平均燃費は 4.5 キロ走りまして 22.2 キロです。はい、平均燃費の方ですが9キロ走りまして 22.0 キロパーリットルとなりました。
前回が同じ区間で 26.3 だったので燃費は大幅ダウンとなりました。これはまあちょっと意外な結果でしたね。まあ、フュエル版を入れると明らかにまあ燃費は悪化しまして、まあ、その間は仕方がないんですが、エンジン洗浄剤の成分をなるべくなくすためにまあガソリンは2回ほど入れまして使いましたが、まあ、それでも若干成分が残っているのか、まあ、パワー感がちょっとないっていうところが、まあ、この燃費ダウンの原因なのかなと思います。今回は、フュエル版の方エンジン洗浄剤3本入れて、検証してみましたが、まあ、エンジン内部はかなり綺麗になりますが、エンジン洗浄剤の成分が残っているためか燃費は大幅ダウンという結果になりました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。